土井君夫は、日本の実業家、土井創業者、広島県広島市出身。1943年、関西公主商業学校卒業。戦後大阪で、おじの写真材料会社に勤務。左前となったため1956年、妻の郷里福岡県福岡市で土井商店として独立した。当初は、 トンヤから製品を仕入れ小売店に納入する二次、卸だった。メーカー直結のトンヤが流通経路を牛耳る時代、新参者が食い込む隙はなく苦戦。悩んだ末、末端の写真館や DPE 店、土産物屋へのダイレクトメールを思いつく。これも当時は、簡単に資料が集められず、市町村役場の証拠係に、アンケート用紙を送り顧客名簿を作成した。 九州一円や中国地方にカメラやフィルムが当たるくじをつけると回収率が8割にも達した。この名簿とに安売りチラシを無差別に配ると商売が大当たりした。虹卸に止まっていては限界があるとして、1959年小売部門に進出し社名をドイと変更。後発のハンデでまたも苦戦するが、 九州のラジオの深夜30分番組を買って、CM を流し知名度を上げた。1972年東京に進出し、チェーンストア展開を加速させ、カメラ、写真用品のほか、家電製品なども取り扱い1975年には、新宿へ出店。ヨドバシカメララ競合店と、新宿カメラ戦争と呼ばれた安売り合戦で話題を、巻き知名度を上げた。 同性の土井肖像と土井厚志らを起用した CM の効果もあり、ピーク時には九州、関東、関西地方などに約130店舗を展開。1989年度の売上は346億円に達し、カメラの専門店チェーンとしてはヨドバシカメラ、ビッグカメラに次ぎ、日本で第3位となった。しかし1990年、病気のため急性。 これからは、女性の時代との予感から、後継には長女を選んだと言われる。ドイは、その後、2003年8月に、民事再生法の適用を申請して倒産し、再建を目指したが2006年3月8日破産した。戦時体験から、もったいないが口癖で、中古のテレビを車内に持ち込んで使うと、名前をもじり、ドケチと言われた。酒、タバコギャンブルもやらず、 業界の付き合いも全くしなかったと言われる。稼いだ金は好きな洋画と自動車の収集につぎ込んだ。特にアルフォンスミューシャと BMW の世界的コレクターであり、どちらも土井の死後、遺族から大阪時代に今日構えた大阪府堺市に寄贈され、現在土井コレクションとして公開されている。日本でのミューシャの紹介者の一人であり、1989年。 チェコ文化交流最高勲章が授与された。ありがとうございます。